今から400年前、真田幸村と片倉小十郎は敵対した。幸村側の敗色、色濃く、討死にを覚悟した幸村は、娘のお梅を片倉陣に送り届けたという。
子供たちを助けた政宗と小十郎の真意は不明だが、結果としてまずはめでたしめでたし。